どうもこんばんは、エネムです。2015年1月より放送開始されたテレビアニメ東京グールルート A、 テレビアニメシーズン1で一気に人気に火がついたことに加え、シーズン2であるルート A は原作とは別に石田水先生が新たに考えたオリジナルストーリーということで特に注目を集めていました。しかし視聴者からの評価は賛否両論、作画はシーズン1に引けを取らない出来栄えでしたが、何が批判を生んだのか、今回はそんな東京グールルート A の隠された真実について紹介していこうと思います。ストーリー、東京グールルート A の時系列は原作単行本でいうところの8巻から最終14巻であり、原作とは違う内容のテレビアニメオリジナルストーリーになります。タイトルのルート A というのはルート青霧の意味であり、主人公金木健がグール集団青霧の木のメンバーとして活動する物語です。ちなみに原作では青霧加入ではなく、金木が独自で活動するチームを構成しています。11区での戦いの後、覚醒した金木は安定区には戻らず青霧の木に入ります。ちなみに11区での戦いは原作だと CCG が圧勝し、その間コクリアが襲撃されていますが、ルート A ではコクリアを襲撃しておらず、青霧アジトを崩落させ CCG に多大な被害をもたらしたことで青霧が圧勝しています。ルート A で金木が青霧に入った理由、それは力をつけるため。この世の不利益は当人の能力不足、自分が弱いと大切な人たちが殺されてしまう、アンテイクの仲間やヒデを守るために青霧の木に入ることで強くなろうとしました。組織の下で活動しつつ力をつけていく金木ですが、コクリア襲撃でシャチに敗北し反核弱化してしまいます。金木は強さを求めて青霧に加入したので敗北は許されなかったわけです。ですがシャチに惨敗し、己の弱さを痛感したことが反核弱化へのトリガーとなりました。自分で制御できない力を手に入れてしまった金木、力を手に入れるためグールを食っていた金木ですが、食われていたのは自分の方だったと気づきます。そして安定育へ戻ることを決意。ここから先の安定育襲撃編に関しては原作とほぼほぼ一緒ですが、終盤の展開が大きく違っています。前置きをしておきますが、ラストへの展開が大きく違うだけで終着点は一緒です。原作ではアモンとの戦闘後 V14 に向かう途中にヒデと遭遇し、その後 V14 で有馬に敗北します。ルート A ではアモンとの戦闘後、気絶した金木はヒデに連れられアンテイクへ、しかしヒデも重傷を負っており倒れてしまいます。そして金木はヒデを抱えて CCG の元へと向かい、有馬と対峙して終了です。戦闘描写はありませんでしたが、有馬のクインキケースが展開する音がしたので戦闘は行っていると考えられます。結局のところ、テレビアニメ東京グールルート A のお話は場所や状況は違えど原作と同じ相手と戦っており、話の流れもほぼ原作に沿った内容でした。評価、ルート A はアニメオリジナルということで期待度も高かったためか、視聴者からの評価は賛否両論でした。まず不評だった点は、石田水先生のネームがほとんど使われていないこと、アニメの尺の都合や構成の段階で組み込めなかったエピソードや設定が多々あります。こちらは後ほど説明します。リゼについて言及されていないこと、ルート A のラスト、ヒデの生死が曖昧に表現されていたことと、一番の見どころだった有馬戦がカットされていたこと、結局原作路線だったこと、話の展開が大きく変わるかと思いきや原作と同じ流れ、終着点に落ち着いたこと、以上が特に多かった意見かなと思います。やはり作画よりも内容を重視した声が多かったですね。次に好評だった点、新たを装備した篠原と綾との戦闘描写があったこと、フクロウ討伐作戦が開始される直前、アンテイクにて篠原特等と吉村店長の1対1の対話シーンがあったこと、エピソードごとに変化するエンディングのイラストは全て原作者である石田水先生の書き下ろしだったこと、個人的な感想ですが以上が良かったと思う点です。
そして東京グールルート A はシーズン1よりも特に演出面にこだわっていたと思います。1話で金木が東華に青霧に入ることを告げるシーンで雪が降っていたり、銃蔵の飛ばした遺書の紙飛行機が金木の視界に入り、街頭ビジョンに映ったニュースでアンテイクが狙われていることを知るシーンでは音楽の工夫もされており、映画さながらの演出でとても素晴らしかったと思います。ネーム、石田水が紡ぎ出すもう一つの東京グール。石田水による膨大なオリジナルネームが覚醒した金木を新たな道へと誘う。東京グールルート A の PV ではこのような歌い文句のバックに水先生が書き下ろしたネームが散りばめられています。実はこのネーム、放送されたテレビアニメ東京グールルート A とは全くと言っていいほど別物の内容となっています。テレビアニメの公式資料集東京グールアニメで一部読むことができますので、ぜひ購入して読んでみてください。めちゃくちゃ面白いです。そして今回は石田水先生が書き下ろした本当の東京グールルート A の内容とアニメとの違いを簡単に紹介します。東京グールルート A は主人公である金木健がグール集団青霧の木のメンバーになるルート青霧編ですが、そもそもアニメと水先生のネームでは金木が青霧の木に入った理由が違っています。テレビアニメ版ルート A ではみんなを守るための力を求めて青霧の木に加入したのに対し、水先生が書いたネームではみんなを守るために石岩の王を見つけ出して殺すことが青霧加入の目的となっています。まず目的から全然違いますよね。金木は青霧の木を内側からぶっ壊そうとしています。ちなみに公開された東京グールルート A テレビアニメ番宣 CM ではしっかりと金木が石岩の王を見つけ出して僕は殺すと言っています。11区の青霧対 CCG の戦闘は原作では本体がコクリアを襲撃するための青霧の陽動作戦だったのに対し、アニメではアジトでの戦いが罠であり、最終的にアジトを崩落させ CCG に多大な被害を与えていました。そして水先生のネームでは原作同様陽動作戦ですが、コクリア襲撃ではなく CCG 本局を襲撃しています。それから半年間、金木は青霧の下で CCG 支部を襲い続けていました。この間も金木は不殺に徹しています。青霧が CCG を襲う理由は2つあり、1つは敵の戦力を削ること、そしてもう1つはコクリア襲撃のための情報を得るためでした。そして水先生のネームには原作のラボ編も入っており、リゼのことについてもしっかりと触れられています。ラボにいた可能を青霧へ加入させ、コクリアの情報が揃うと襲撃作戦に向けての準備が始まります。そして作戦を1週間後に控え、金木と万丈がコーヒーを飲みながら会話しているシーンでネームは終了しています。万丈は金木について青霧に残っていました。そして金木の目的も知っていて、一緒に青霧の木の下で行動を共にしていました。ネームのラストは金木の描写とともにこのセリフで締めくくられています。僕はみんなを守りたいんだ、だから石岩の王を見つけ出して殺す。はい、ということで今回は東京グールルート A についてまとめてみました。正直僕はルート A をそこまで低く評価していないし、好きなシーンもたくさん実際あるんですよ。で、ルート A っていうね、名前と、石田水が紡ぎ出すもう一つの東京グールっていうその歌い文句がなかったら、受けてたのかなと思います。多分、みんながシーズン2で一番見たかったのは、V14、ルート V14 での金木 VS ありませんだと思うので、最後ヒデを CCG の元に運んだ後、金木と有馬の対峙シーンで終わらせず、戦闘まで描いていたら、評価は全然変わっていたと思いますね。あとね、公式資料集紹介しましたけど、水先生のネームはね、絶対に読んだ方がいいです。
あのアニメ版が結局ね、原作と同じ敵と戦っていたんですよ。例えば原作でラボで戦う敵がアニメの方ではあのコクリアで戦っているみたいな、まあ、結局原作と同じ敵と戦っていたのに対して、まあ、ネームはね全然違うんですよ、うん、重造 vs 築山戦があったりだとか、重造の持ってるジェイソンですね、ヤモリの加工が元になったクインケですけど、まあそれとね、対面してしまう泣きとか、まあ、いろいろ熱いシーン、まあ、因縁のシーンというか熱いシーンしかないんですよ本当に。ということで最終的にこの動画で何が言いたいかというと、まあ、ルート A 満足できなかった人は一部しか載ってないんですけど、公式資料集をぜひ買ってもらってですね、スイ先生のネームを、読んでいただけると、まあ、もっとルート A を楽しめるんじゃないかなということです。はい。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。